いいコンビになるな。相性最悪。もっと近くに寄れって。やめろ。イカレドマックス。ロス死刑が生んだ最終兵器。全米を魅了、破天荒コンビが繰り広げる最強バディアクション。まずはその登場人物を紹介しよう。俺、津田健次郎が演じる命知らずな破天荒刑事マーティン・リッグス。軍人か。ああ、元シールズだ。元ネイビーシールズであった彼には、唯一の心の支え、妻ミランダがいた。愛してる。パパそっくりの暴れん坊になるわね。だが、出産のため病院へ向かう途中、事故に遭い、彼女は帰らぬ人に。愛する者を失い、自暴自棄に毎日をやり過ごす中、テキサスからロス市警へと転勤になる。外すなよ。自殺願望のあるリッグスの捜査は毎回ハチャメチャだ。くそ。こちらは相棒のロジャー・マータフ。心臓発作から復帰した生真面目なベテラン刑事。俺はお堅くて結構だ。安全第一。3人の子供と愛する妻、家族のためにも命を大事にする彼が復帰初日から組むことになったのは、あいつは死にたいんだよ。でも俺だったらどこかにぶち込んでおれ。破天荒なリッグスだった。撃てよマータフ、早く撃て。そんなマータフを心配するのは、敏腕弁護士として活躍しながらも家族を優しくリードする妻トリッシュ。リッグスにも理解を示す彼女は、ハメを外しそうになる二人をいつも見守っている。明るすぎるかしら。その他、ロス市警で警官たちの心的外傷ケアをしてくれる聡明なセラピスト、モーリン・ケイヒルや、楽になるわ。よくやったよ。今日はもう二人をリードする頼れる上司に、重要な糸口を見つけてくれる優秀な検視官。顧客だった可能性はありますね。さらには強力なサポートでチームを支えてくれる最高の仲間たち。いい名前だ。ロスにはびこる凶悪事件はいつも危険と隣り合わせ。過激でド迫力なアクション。おい、嘘だろ。名コンビだね。スタスキとハッチだ。スターさんは俺だよ。予期せぬコンビネーションを発揮する二人のコミカルな掛け合い。ダメですよ、お引き取りを。さもなければ通報して。なんだ、誰を呼ぶ。家を行って。警察。どうもー。もう来てるよ。サングラスなんかかけて透かしやがって。お前ちょりでっぷかよ。バカげたグラサン取れよ。バカげたグラサンしてろ。そして濃密な人間ドラマと痛快なストーリーライン、一話完結ながらハリウッド映画級の爽快感。有名批評サイトロッテントマトでは 91% という驚異的な満足度を獲得。制作総指揮にはチャーリーズエンジェルのマック・ジー、脚本はチャックのマット・ミラーなどヒットメーカーが集結。なあロジャー、一暴れしようぜ。もちろん。1、2、3。ロスの凶悪事件に最終兵器と呼ばれる刑事が立ち向かう。行くぞリックス。超痛快ノンストップバディアクションエンターテイメント。リーサルウェポンファーストシーズン、4月4日リリース。刑事になって後悔した？ああ、お前に出会った日に。